こんにちは、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間例をお願いいたします。さあ、正解は、なんか A か B ですよね。じゃあ C とか D とかはなぜないのか。まあ、ヒントは空詞の右側、inbetween。これですよね。で、皆さん、inbetween と言われたら意味は覚えてますか？そうです。中間的なという意味でしたね。ですから、オレンジと青の中間。そうです。この辺ですよね。そうです。場所を表しておりますので、正解は B ですね。というとですね、先生、inbetween 覚えた方がいいんですか？知らなかったんですが。まあ、いろいろ言われそうですが、皆さん、公式問題集に載ってますからね。ですから、公式問題集に載ってるということは、皆さん、公開テスト。いつ問われても文句は言えません。ですから、知らなかった方は、ぜひ、記憶に残していただけると幸いです。では、皆さん、意味内容を確認いたしますので、文頭をご覧ください。大部分の人たちは、善。まあ、良いですね。善ではなく、いやいや、bad。悪でもなく、その中間的な位置にいるんですよね。つまり、善と悪の中間。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番に入る僕。それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。